久保さんまあ深みにはまってるかもしれないですね、まあ、ちょっともう他の人生というか他の生活にはちょっと戻れないですよねもう、まあ、やっぱ独立してもう5年ですか6年なんかまあねもう会社に行かないっていう,もうこの生活をもうずっとしてますけどまあ久保さんもねもう結構長いねかまあ 久保さんはマージャン店の時からあれかな。まあでもマージャン店やめてなんねえんだろう。まあ一人でこうやっていくっていう生活、久保さんの方が長いと思いますけど、もうちょっと戻れないですよね。マージャン店に今から戻れてもあ戻れないと思うんですけど。やっぱ楽っすよね。うーん。あの、まあもちろんその考えることだったりとか、責任だったりとかあるんだけど、 やっぱそのやることと責任の重さがやっぱ昔に比べると軽くなりましたよね本当にだからまあ単純にやることは自分の身の回りというかね昔はその何すかうん他人の人生を背負ってるというかね従業員の人生を背負っている従業員の家族を背負っているっていう責任の重さが結構重かったんですけど 今はね、それないので、だからすげえ楽だなぁと思いますね。だ浅いですね。浅い。今は責任が浅いかなと思いますね。うん。だけど、みんなできないですよね、これが浅。浅瀬でも歩けないみたいなね。浅瀬でも続かないみたいなね。う だかよかったなまあい、深いところとか重いところを経験してきたから、よかったなと思いますけどね、今思うと。うん。なんか、まあ、もちろんそのピンチとか、問題とかこれからもいろいろ出てくると思いますけども、でもなんだろうな、やっぱ経験してるので、まあ、昔に比べたらできるよねっていう、なんですかね。 昔、こんなことやってきたから、まあ、大丈夫だよ。大丈夫というか、まあ、なんだ、基準値が上がってるというか、うん、なんか、乗り越えられない壁はないというか、うん、なんかい、やれ、やる、やれるというか、やるというか、何すかね。うん。まあ、 大丈夫じゃないとは思いますけど、大丈夫にできるっていう。なですかね、これ。なんて表現していいか分かんないですけど。そう。だ昔、まあ、いっぱいなんかつ辛いこととか、大変なことやってきてよかったなと思いますね。うん。うん、それがなかったら今ないと思うんで。まあ、今は浅いすけどね、本当に。はい。いってらっしゃい。